ライタのサニースマイルズ。全員揃えば愉快な仲間、さんさん照らす太陽の下で、みんな一緒に明るいサニースマイル。皆さんこんにちは、サニースマイルズの時間がやってまいりました。今月もどうぞよろしくお願いします。この番組の司会をやっております、ライタースターキーと申します。どうぞよろしくお願いします。1ヶ月ぶりの、番組なんですけども、また、今月も楽しい話題で、番組を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。後ほどブログの紹介とか、告知などさせていただきますので、よろしくお願いします。さて、先月に引き続いて今月も麹町の、全カフェバーあのマリーナ様からお届けしておりますが、今回はですね、僕の隣に、ゲスト出演者ということでですね、一人、連れてきました。レギュラー出演していた今野海香さんが地元のイベントでちょっと多忙を極めて出演するのが難しいということ、それと森優作さんなんですけども、武術大会で、中国に、行くということで、しばらく日本に戻れないということで、お休みということで、今回はFacebook で募集者を募りまして、そのお声に答えていただきました。では自己紹介をしていただきます。マック原野さんでございます。どうも、マック原野です。1963年生まれ、大阪出身です。大阪の東大阪出身でございます。バリバリの関西人ということですね。バリバリの大阪人です、ね、大阪人。49年間大阪に在住しておりまして、4年前に出てきたんですけども、そういうと年齢がバレてしまいますけど、想像していただければいいんじゃないですかね。想像想像、はい、花園ラグビー場近くのところで生まれました。で、次に学歴の紹介をちょっといたしますが、はい、丁寧にいろいろ書いていただいたんですか。はい、大阪の私立なにわ高校卒業でございます。はい、OB には笑福亭鶴瓶さん。あ、鶴瓶師匠。はい。はい、で、俳優の赤井英和さん。あ、まあ、私の2学年上だったんですけど。で、大学はここに卒業って書いてませんね。ここがミソなんですけど、出身でございます。あ、なぜ卒業？これは今私があまり露出してないから。こうね、はっきりしておきたんですけども、はい、実は3年生まで大学に通ったんですけども、はい、4年生がちょっと大学にちょっとある事情で帰らなくなりまして、あえてこう出身ということで、しておきました。はいはい、ちなみに有名人では、プロ野球選手とかの J リーガーが多数輩出された大学でございまして、柔道の柔らちゃん金メダルです。方谷良子、ね、はい、のご主人の谷選手。ああ、はい、オリックスと巨人にいましたね。はい、いましたね。その方が OB で、あ、ご出身なんですね。そうです、私の後輩でございます。あ、後輩、なるほど。はい、で、特技なんですけども、はい、剣道三段。剣道三段、はい、あとボディビルやっておりまして、アニマル浜口トレーニングジム所属で、キラーって言いながらトレーニングしております。はい、で、その今日も T シャツを。そうですね、これこれはね、アニマル浜口さんの直筆ってことで、はい、浜口ジムの方とかとね、関係者はこういうように T シャツ、いくつかバージョンありますけども、はい、こう着てこうやってる、やってるわけですね。はい、これも、もう週にもう何回そのトレーニングジムに通ってます？週に何回って聞かれたら、やっぱり週に1週間に10日ぐらいって言いたいですね。1週間に10日毎日ってことで、1日2回ぐらい行くときあるんで、朝とか夜とか、はい、マックハラ、いつ仕事してんだよ。どういうことになっちゃう。はい、なんていうかこの空気はね、ちょっと開けましょうね。一応ね、はい、プロフィール、あ、これライターさん、これだけでね、はい、ちょっと、もう一枚ちょっと、はい、ね、はい、どうぞ。こっちなんですけど、はい、はい、私のデビュー曲、俺の道、マカロン、俺の道、はい、俺の道、演歌っぽく、なんか演歌のタイトルみたいですね。よくね、演歌ですかって聞かれるんですけども、
あのそうじゃないですか、あの J-POP ってことで、まあ、あの北島三郎先生がね、あの俺の美術曲出しておられるみたいなんですけど、はい、それとはちょっと違うんですけど、はい、まあ、あのここに書いておりますけども、あの発達障害、トレット症候群を抱えていく、はい、侍マックハラムが歌う苦難の反省、希望の曲ってことで、うん、いや、あの2016年1月23日に、ね、うん、iTunes、Amazon から好評配信中でございます。配信中ですね。はい、ね、CD もあの限定、うん、あの販売いたしておりますけども、はい、あのこの CD はあの普通の CD ショップには売っておりませんので、はい、ではどうやったら入手できます？私に直接直接言っていただければ、はい、後であの連絡先言いますので、はい、よろしく。まあ、ライブもあのなんか定期的になんか開いて、そうですね、あのライブあの告知なんですね、はい、今日ねちゃんと用意してきてるんですよね、はい、ねえ、ちょっと、じゃあそれはあのエンディングでやりましょうか。そうですね、はい、分かりました、はい、じゃあエンディングでまたよろしくお願いします。さあ、この番組ですね、一応簡単にご紹介させていただきます。初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思うので、まあ、こちらちょっとご覧ください。毎月第2日曜日の夕方に配信させていただいているユーストリームの番組です。で、ユーストリームのアカウントをお持ちの方、もしくは Facebook をやっていらっしゃる方は、この番組のアカウントの資格、まあ若干ちょっとお手数かけしますけども、取得していただければですね、この番組に、生でこうチャットを書き込みすることができますので、やり取りしながらぜひ、ご質問でも何でも、あの苦情でも全く構いませんので、書き込み、していただければと思います。それからあの番組終わった後でもですね、この番組、ユーストリームで、過去のアーカイブス、過去の放送分、見ることができますので、その際はサニースマイルズと、書いて、検索していただければですね、過去の放送分ずらっと出てきますので、第1回目の私の映像も出ますので、それもちょっと合わせてご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、さあそれではですね、今月、マックさんとやるテーマなんですけども、これはもう毎年もう恒例、この番組の恒例になっております、秋の旅行特集2016ということでですね、もう旅行にまつわる話ならもう何でもあの構わないので、マックさんにもお願いして、旅行の何か話をですね、ネタをちょっと考えてきてくださいということで、お願いしまして、で僕も今回、旅行についてのエピソードとかですね、まあ、珍道中とかですね、そういう話を今回はご紹介しようかなと、こういうふうに思っております。さて、マックさんはよく旅行はどうですか、行かれますか？実ははい、まあ、私親と、ね、別れて、はい、独身時代がちょっと長かったんですけども、まあちょっと事情がありまして、暗い、はい、独身時代を送っておりましたので、はい、あまり旅行に行ったことは経験なかったんですけども、はい、ね、結婚してからはちょくちょく思い出を作るために旅行に行くようにしてまして、夫婦旅行ですね。で、旅行ということなんですけども、うん、実はこの秋にちょうどね、まあ、今月か来月あたりですね、はい、まあ予定していたところなんです。で、これちょっといいですかね。これちょっとね、見ていただいて、この秋計画中の旅でございますけど、はい、1、鬼怒川温泉、有馬温泉でございませんよ、はい、で、有馬温泉は地元ですね、関西ですね関西の近くは関西の人にしか分かんないから、いや、でも知ってる人もいるかもしれない、はい、で、2、東京ディズニーランド、ディズニーランド、この2つ書いてディズニーランドの方ですか、ディズニーシーではないですか、まあどちらでもどちらでもいいんです、目的は思い出を作るため、思い出を作るため、で、この下に7公園、はい、これ犬じゃがでますよ、これ鹿、分かってます、これなんかこれこうなりますけど、これなんかね、これは何、これはね、山ですか、そうですよ、若草山なんですよ、若草山なんかね、わけのわからないなんか UFO のような形しておりますけども、で、まあ冗談はさておきましたね、はい、このね、ちょうどね、9月の末ぐらい、はい、まあね、先ほど言った思い出を作りたいということで、まあ鬼怒川温泉行くっていう、うん、かなりパッと行ったのか、じゃあもう第一候補はもう鬼怒川温泉でも決めてるんですか、はい、ところが、はい、やっぱりね、お互いに忙しいですから、はい、なかなかね、泊まりの旅行って難しいので、うん、ね、考えたところで、ディズニーランドでしたら、うん、日帰りでも、うん、ね、日帰りでも行きますからね、はい、で、
どちらか考えております、はいはい、で、まあ、ライタさんが、はい、私の奥さんじゃないですけどもどっちがいいですか僕がそれはですね、やっぱりご夫婦で、いや、僕が決める権利は全くないですよ。よくね、実は鬼怒川温泉もディズニーランド、よく分かんないんですよ、ええ、ね、ただな、このね、名前が通ってるだけで決めたもんですから、ね、ね、内容をよく把握しないんですよ、ええ、で逆にお聞きしたいんですけど、どちらがおすすめかまあ、両方ともね、実は鬼怒川温泉ね、はい、行ったことはないんですけども、はい、近くな鬼怒川温泉を、ちょっとフリピですか、はい、実はディズニーランドは行ったことあるんですよ、はい、で奈良公園にも修学旅行で行ったんですけど、鬼怒川温泉だけ行ったことないんですよ、はい、ただ温泉の中でも結構近場ですし、はい、群馬県とか、はい、鬼怒川栃木ですよね、はい、栃木県です。で関東の人たちの中ではもう大体結構人気のある温泉地だということでですね、はい、僕はやはりゆっくりなんかこう疲れをこう癒したいな、取りたいなっていうんだったら温泉の方ですね、はい、でなんかもっとこう思い出作りをしたいなっていう思いが強ければディズニーランドとか、はい、はい、がいいかとは思うんですけども、はい、やはり私が行くわけではございませんのでやっぱり最終的にはご夫婦でお決めになった方がよろしいかと、はい、ね、あと、はい、まあ、予算の問題でしょうね、はい、お金でしょうね、予算の心配はしたらあかん、それはいや、でもそれはね、大事なことですよ、いや冗談さっき実はね、はい、去年のね、まあ、冬で申し訳ないんですけども、旅行行ってるんですよ、実はね。これはもうここの、ちゃんと、帰ってきてるんですけど、はい、旅の思い出ってことで、はい、結婚10周年記念の時に日帰りバス旅行で、2015年の2月に、カニ食べ放題ってやつ行きまして、はい、これ、はい、どこに行ったの？よく聞いてくれました。これは、はい、実は面白い話なんですけども、まあ、ある旅行会社のツアーで行ったんですけども、はい、なんかバスで行く沼田の旅って書いてあるんですよ、はい、で私は沼田とその静岡の沼津と沼津ばっかり持ってたんで、はい、静岡県の沼津に連れて沼津に行くもの、はい、連れて行って魚ばっかり食べて喜んでたんですけども、はい、上野からバスに乗りまして、はい、なんか、ずっと山道ね走ってずっと行った、気がつけば群馬県の沼田市に連れて行かれまして海どころか山中連れて行かれました。沼津じゃなくて群馬県の沼田の方に、はい、だからもう本当にね、一時違いで大違いだったんですけども、はい、逆に良かったですね、はい、群馬ってね行ったことなかったですし、はい、逆に、はい、行けて良かった、はい、ね、本当に山ばっかりだったんですけど、はい、カニが食べ放題、あ、いいですね、カニ飯ばっかり食べてました、はい、群馬県とカニってあんまりイメージがつかないんですけどね。あ、それもちゃんと聞いておりました、はい、ね、実は、はい、なんか大量に仕入れるそうです。あ、ね、カニなんかいませんよ、ね、いないですよ、だって海に面してないですから。なんか車で大量に仕入れてきて大量に冷蔵してなんか、それを観光客に大量に食べさせて、まあ、天井の方に聞きましたね、どう考えてもね、群馬の山の中カニなんかいませんよね山の中でカニは取れない、サワガニとかだったらいそうですけどね、はい、まあ、カニ食べ放題ってことで、はい、あのね、まあ面白い旅でございましたけども、で、もう一つ何だったかな、このね、このこっちの、ね、はい、奈良公園、あ、それ奈良公園ってどこ、これこれ実際に、これ大阪に住んでます時に、はい、実は我々夫婦は新婚旅行に行ってなかったんですよ、はい、でちょっと落ち着いた頃にじゃあどっか行こうと、これもまた日帰りなんですけども、はい、奈良公園行ったんですけども、はい、実は我々大阪人が、はい、奈良公園に旅行って、はい、あまり行かないんです、はい、というのは大阪の小中学生は、はい、奈良公園に遠足に行くんです。遠足でだからほとんど行きません。それをあえて夫婦で奈良公園に、まあ、新婚旅行として行きましたけども、理由はもう言わなくても分かるんですけどお金がありませんでしたお金の問題だと、だから先ほど金の心配の意味でも奈良公園僕も
回だけ修学、あ、2回ばかし行きましたけどもね、そうやっぱり鹿が大量にいるのはびっくりしましたね。あ、それであのその鹿の話なんですけども、はい、あの私があの中学2年生の時 の, その遠足、まあ、の旅なんですけども、その時にあの、はい、まあ、持って行ったお弁当、はい、まあ、リュックサックに入れたんです、はい、それをあのちょっと目を離れた時に、はい、鹿に全部食べられたっていう思い出がありまして、で鹿は何でも食っちゃうんですね、はい、食べちゃうんですね、まあ、何でも食べる、雑食性なんで、ね、雑食性、はい、あのそれであの学校の先生が私のことあの可愛いってことで、あの逆にあのお寿司を、ね、こういただけて、うん、お弁当よりいいものを送ってもらったんですね、奈良公園でそういう思いがございます。であの奈良の鹿なんですけども、あの、まあ、この角がこう生えてますけど、あの角っていうのは、まあ、あの大阪とかの関西のお祭りのだんじりあるんです。そのね、はい、鐘を叩くバチのこうね、こういう、その角がそのバチのなんかこう、なんていうか、こう材料になってますね。はい。なるほど。それがそれはあまり知られてないんですけども、うん、あのこれあんまりそうですね。はい、僕は初めて聞きました。まああの、はい、楽器のなんか一部、まあドラムでスティックみたいな。うん、ドラムです。それがあの鹿の角。鹿の角が原料で、はい、作って。和太鼓のもんですね。はい、はい、あのね、それとあの奈良の鹿はなんか神の使いとかなんか言われてまして、うん、なんかのあの安易になんかこう触ったりこう叩いたりしてはいけない、これはあの我々ね、あの関西人は子供の頃からあの言われてまして、うん、あのなあの不思議だのね、少々荒っぽい人がね、あの奈良の鹿と言ってもこう奈良鹿にあのこうね、乱暴なことしない。これはね、はい、あの、はい、まあ関西人も逆にね、乱暴なことできないんですよ。はい、というのは結構こう鹿テレビで見るとなんか小さそうに見えるんですけども、はい、実際に見てみると結構大きいんですよね。そうですね。うん、まあで鹿せんべいって言ってるじゃないですか。はい、なるほど。あれを全部買おうとしたらどんどんと鹿が寄ってきちゃって、ね、こう結構僕中学校の時に中学生の時に行ったんですけども、鹿がどんどんと寄ってきちゃって。もうせんべいどころじゃなかったです。でもあの鹿せんべいっていうのはあの基本的に、まあ、もう匂いで誘われてくるんですかね。はい、あの、はい、あの我々、まあ、関西人は食べないですね。人間が食べるものじゃないですもんね。人間が食べるものみたいですけども、鹿のために作られてるんです。で、あの観光客の方が、ね、そう、鹿がどんどんと寄ってくるんですよ。はい、5、6匹。はい。もう僕はまだこの中学生ですから、背がこう、はい、まあ、そんなにあの140か50ぐらいですよ。ね。そんな時に鹿に襲われる危険性を感じてもうさっと逃げましたね。結構迫力ありますよね。まあね、あの時としてこう鹿がこう前足ポッと蹴るから、ね、鹿に蹴っ飛ばされるかと思って。いや、あるんですよ。鹿の時にあの怒る時、ああいうおとなしい動物なんですけど、うん、時々ね、怒って前足で蹴るっていうのがあるんですよ。蹴るんだね。あるんですよね。はい、面白い動物でございました。はい、もうございましたって今ね、もう結構もうただその奈良県っていうあの場所柄がなんか京都と奈良は結構まあライバル関係にあるって言われてる。そうですね。あのまああのその今ライバルどうしても、はい、あの京都に行きたがる人がやっぱり多い、はい、で奈良はあの観光がてらに来る人はいるんだけども泊まる場所があんまない。そうですね、はい、地元でもホテルがホテルが少ないらしいですね、京都に比べて、ね、はい、それとあの各観光名所が例えば奈良駅の近くに東大寺、はい、ここ奈良公園の東大寺があって、はい、で他のお寺法隆寺とか薬師寺とか東照大寺とかこう他のお寺さんはみんな離れた場所にあるんで非常に行きづらいと。そうですね。だからあの、はい、あの大阪ナンバーにあのね、はい、こうなんか拠点を置いておいてあの京都に旅行とか奈良に旅行とかされるなんか関東の方が結構いらっしゃるみたいですね。そうなんですよ、はい、こっちは京都メインで京都を回って奈良はまあおまけみたいなもんだと。そうですね。いうふうにそういう感覚で行ってきたんですけど、ね、はい、あのそれあの奈良の方は、はい、あの京都がおまけと思ってますし、うん、京都の方は奈良はランチになっちゃうとお互いにこうライバルしてるようでライバル心ないんですね、うん、でそれを我々大阪人があのあいつもレベルの低いこと言ってるなんて、ね、こうね、こう高みの見物ですか、うん、してるんですけども、私もこう東京に出てきましたけども、うん、逆にこっち来て私がこう見上げてるという状態で、ね、うん、ね、あのまあ、まあ勝手にやってろと京都と奈良で争ってる、まああのね、大阪の人、はい、まあ、旅行の話って言ったらね、うん、まあ、まあ私あのまあ上京して4年ですけども、はい、まあ、日帰りのする、ね、簡単な旅だったらもう本当にあの
よく行ってるって感じなんじゃない、特にあの、うん、まああのまあ、秋の、ね、旅行ということで、うん、あの横浜にも行ってました、うん、横浜ですか、はい、横浜にね、あのこれもあの、まあ、日帰りなんですけども、とにかくあの東京に来た時に、じゃ あ, あのできるだけ関東でも制覇してやるから、まあ、東京、ね、神奈川、埼玉、千葉でこうありますけど、全部行ってやろうと思って、まあ、一番ねあの 手頃なって言ったら昔の横浜から、まあ、行きましたけどね、まあいいところですね、はい、横浜はあの結構ね、あのまあ、日帰りでも、まあ、関東の人だったら、まあ、日帰りで、まあまあ、旅行っていう感覚っていうか遊びに行くっていう感覚で、はい、まあ、ショッピングもできますし夜景も見れるし、結構楽しめるところ、アミューズメントパークもありますから、みなとみらいという、まだやっぱり私がねその大阪人、まあもうね、あの関西人にとっては、ね、抜けきれてないっていうか、うん、やっぱりあの関西人の私にとっても横浜っていうのはもう、東京なんですよ。あの東京と横浜市みたいな。これ、ね、あの千葉の友達ともこの話してたんですけども、例えばあの松戸ってでももう東京の葛飾の隣もあの東京と松戸市とかそんな言い方してまして、あの逆にそういう言い方するね、あの私のね関東の友達なんでケラ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 、おもマックさんと面白いって言ってくれるんですね。だからそのね、あの旅行一つの話にしても私はですね笑いを取ってしまうんですね。東京に町田っていうところ、町田市っていうのがあるんですけど、はい、あれも神奈川寄りじゃないかと、はい、神奈川県町田市でいいんじゃないかというふうに、論争してた。でもね、私的にはそれはね、はい、認められないです。町田市じゃないですか、はい、町田区じゃないから。なんか変な、なんかあの、ね、あの先入観でございますけど。でもあの町田市役所の人にあのテレビの読書でちょっとたまたま見てたら、あの町田区役所はあれは東京ですとはっきり言ってたので、全くあの神奈川県に入る予定は全くありませんと。ライバル意識が強いんですね。っねあのそのねあのライバル意識でまた思い出したんですけど、我々は大阪人というのは非常に東京にあのライバル意識を燃やしておりまして、うん、東京に絶対負けるなとか思ってる大阪人ゴロ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 ですよ。であのこっち来ましたよね。でこの東京の、ね、あの方に、まあ、聞いてみたんですけども、あの大阪のことどう思いますかって、まあ、いろいろ聞くんですけども、うん、大阪のことでもあの東京の人は眼中にないみたいですね。ただの地方都市って感じで、まあ、逆に冷静で冷められてるんですけども、うん、あそういうその話はね、あのこの間もあの4月に大阪帰った時にその大阪の方に何とかえらい怒ってましたね。そんなこと言ってんのかって ねえ、いやもうね、あの、うん、俺僕東京人だからさ大阪の人にしないでやったら、春の前いつから東京人になってん、4年前からって俺もう東京に行っちゃったからね。ねえ、それでちょっとまあ東京に来てどうですか、あのやっぱ実際に初めて東京に来た時っていう時はどうですか、印象、まあ、初めて東京に来たの上京した時、はい、あの実はあのこっちにあの定着する前にちょっと5年前なんですけども、うん、歌のオーディションで5年前に一度あの来ておりますけども、見事に落ちましたオーディションで、ちなみにそのオーディションで、まあ、180人ね、多いですね、受けたんですけども、全員不合格と、で、まあ、全員不合格、まあ、大阪であのまたレッスンしておりましたけども、で、拉致が開かないんですね、じゃあ、私はそれであの東京へ旅に行こうと、ね、東京に旅に出てきまして、もう4年間もずっと東京で泊まりっぱなしなんですけど、あのね、あのおかげさまで、まあ、今年デビューいたしておりますけども、まああのね、今日ね、あのライトさんこの番組に呼んでいただきまして、ありがとうございますね。いえいえ、あの今日はあの旅番組のこのなんか特集ですか。今日は旅番組これはね、あのまあ旅番組じゃないですね。旅特集ですかって。まあ旅行の特集ということでね、はい、まあ今日は。関東どうですか、関東全行きたい、ね、あの都道府県回りたいですか。まああの、はい、行きたいですよ。まだあの個人的に茨城県だけは行ってない、行ってないですか。だから、あの茨城県にも温泉はあるんですよ。あの、ね、行きたいですね、あの、まあ、
もうこの年齢になりましてやっぱりどうしても温泉に浸かってゆっくりというね、うん、あの感覚は、ね、出るもんですからね、うん、でもなかなかね行けないのがあの、ね、現実問題ですけども、うん、やっぱりあのいつかねあのもう少し年を取ってから、うん、いやまああの家内と悠々自適に年齢になった時にこう、うん、温泉巡りなんていいんじゃないですか、はいですねね、車でこう、はい、回るとかね、はい、いいんじゃないですかね、はい、さあじゃあ、私もね旅行の話特集やるんで毎年自分が行った旅行の話をねするんですけども今年の2月の、18、19、20、3日間で、台湾に行ってきましてですね、まあ、ちょっと台湾の話をちょっとしようかなと思っておりまして、まあ、最近旅行海外旅行も本当に昔は高嶺の花って言われてものすごく高かったんですけども、だいぶもうかなりニューヨークでだいたい8万円10万円ただってもう行けちゃうという、ね、ツアーで、でこれまあ今日持ってきました広告持ってきましたけども、これある旅行会社のね、広告なんですけど、台湾で3日間で2万5000円っていう安いですよ。なんかね、大阪往復よりも往復の新幹線より安いんじゃないかっていうぐらい、これ本当に2万5000円、ここに なんとあのライターがこんなこと言ったら怒られるかもしれませんけども、はい、それ飛行機飛ぶんでしょうかね。ちゃんと書いてあります。飛行機でなけれど泳いでいけませんし、船とも書いてます。ちゃんとサーチャージって0円って書いてありますから、飛行機ではございますけどもね、成田発着で台湾台北ということで3日間のコースで、で食事もついてるっていうね、で、ショッピング、まあ、3日間ですからね、まあそんなに長くはないけども、まあちょこっとなんか行きたいなっていう時に、行ける、まあ、ツアーじゃないかということでなんかやってるそうなんですけども、じゃあどんな旅だったかっていうのはね、今日写真がありますので、これを見ながらね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まあこれはまあ成田空港ですけども、まあ、まあ自撮りでちょっと撮ったんですけどもね。で、これちょっと横になりまして、これがね、台湾の台北市内にあります桃桃園国際空港、桃の園と書いて桃園というんですが、まあ向こうの発音は多分違う、中国の発音と違うと思うんですけども、まあ日本でいうと、まあ、成田空港みたいなターミナル空港ですね。はい、そちらで、まあ、空港に立ちました。で、大体成田羽田から台湾までは飛行機で、大体3時間半、で時差は向こうではマイナス1時間ですから、今時刻が4時10分なので、まあ、3時10分あたりですかね。で、こういうですね、こういうデラックスホテルって、これホテルの別館なんですけど、なかなか入ってみたらですね、こういうベッドがこういう綺麗に、こういう浴室トイレがついてる、シャワールームがついてるところで結構綺麗だったんですよ、うん、で夕飯が出なかったもんですから、近くにセブンイレブンがありましてね、そこに寄って買いましてね、向こうですと大体中国とか台湾系でも大体お茶が多いので、まあそのコンビニのペットボトルのお茶と、それとまあちょっとしたお弁当をちょっと買いましてですね、それをホテルの部屋で食べたということで、台湾も中心、まあ、台北市内なんですけども、結構車バイクとか、まあ、こういったこういう看板に見るとね、まあ、なんかトヨタとかね自動車のマーク、やっぱ漢字をこう見ると、あっよその国に来たんだなという実感が湧きますよね。で高速道路がこうハイウェイがこうあってですね。で、これはですね、これ中列市と、向こうの発音ですと、ツォンレンツっていう発音なんだそうですが、戦没者を建て祀っているところ、まあ日本でいうとそうですね、靖国神社にあたるところなんですけども。ここのに行きました。でここは何が名物かというと、こういう衛兵、いわゆる警備の人のですね、交代が1時間ごとに行われて、それがあまりにもこうビシッとこう決めて、なんかこうイギリスのなんか衛兵みたいな、ね、感じで、こう交代のですね、この場面、これがこれ銃を持ってて、きちっと一歩ずつこう進んで
こう奥なんですこう進んでいくんですよね。こんな感じにですね、見えますかね。でこうずっとずっとここまでこの中まで行って、でここでこの2人立ってる、これ見えますか、ちょっとちっちゃいですこのと2人、ここにいる2人が、まあ、交代で、でこんな具合ですかね、はい、でまた正面の入り口のところに時間かけて戻す、ピシッ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 、緊張感、ピシッ、そう、すごいすごいシーンと張り詰めた感じで緊張感があるどうですよね、はい、この永平交代結構あの有名で、見応え、場合によってはですね臨時で中止の場合もあるんだそうで、これは別に拝観料は無料です、ただで見ることができます、はい、それから、まあ、まあこれはこれ撮った写真、まあこれはなんかこう台湾というとこうなこう結構雑居ビルとかですねこういうビルが結構多いんですよね、はい、まあそれもちょっと合わせてみました。これはですね、10分という10まあ10分っていうところなんですけども、いわゆる多分これテレビなんかでもすごく台湾特集で紹介されたことがある、取り上げられることがあるんですけども、点灯上げといいましてですね、願い事風船みたいなものに願い事をこう書いて、それを固形 の, 燃料でパーッと打ち上げるやつありますね、それができるというですね、はい、でそこで行きましてね、やったんですけども、僕はだいたい健康第一とかなんかこう願い事書くんで、僕は何を書こうかなと思って迷ったんですけども、やっぱり音楽業界やってるから、まあそうですね、まあ音楽の仕事が増えますようにと、なんかずらずらって書いたんですよ。でそれを書いてパーッとこう空に打ち上げたんですけどもね、なんかこれ結構ゴミの問題がなんか今最近生じて、でこれずっとこう上がっていくんですけども、燃え尽きてこう落ちるわけですよ、どっかでどっかで山の中腹のところで落ちてしまうと、その残骸が、ちょっと問題になっているという。結構遠くまで飛ぶらしいですね。結構飛ぶんですよ、遠くまで多分。でバスで行ったんですけど、バスの窓からもそれが見えるんですよ、でそれともう一つの名物は、これちょうど電車がですね、こう線路がこうありましてね、さっきの写真の、これです、あ、これほら上げてみる観光客、これなんかハングルで書いてるから韓国の方でしょうね。これで線路がありますので、ここでちゃんと電車が通るんですよ。で電車通るとか、電車通りますよーってこう汽笛がピーって鳴らして避けさして、で電車がこうスレスレなんですよ。こういう感じでこう通るということです、はい、その際にこう観光客がこう来てですね、写真撮ったりとかしてるんですよね。でこれが打ち上がった様子ですね。こんな感じで上がってるんですね、はい、これの言葉に困った時、英語で喋ったら通用するんですかね、ここは。あ、ここはですね、まあ英語でも台湾は結構ね、親日家が多いので、日本語を喋られる人結構いるんだそうです、はい、まあ英語でも全く問題ないと思います、はい、まあさすがになかなかちょっと台湾語っていうのがあるそうなんですけども、うん、ちょっとわからないので、まあ英語と日本語ができればよくね、昔のなんかね、方が日本語喋れる方が多いって聞きました、ね、そうですね、はい、まあもともと台湾っていうのは親日家の方が多いので、はい、日本語喋れる人がっていうのは結構いらっしゃって、例えば台湾の人の飲食店、小籠、台湾というとやっぱり小籠包とか台湾料理が有名なんですけども、大体そういうところのお店に行くと結構日本語を喋れる、メニューもそう、日本語で書かれて、台湾のその言葉とその日本語でこう書いてあってっていうのが多いです、はい、さあそれからですね、これなんですけど、これこの2つですね、これは9分っていうところなんですけども、宮崎映画で千と千尋の神隠しのがありましたけども、そこでこういうお風呂屋さんのこういう場面が、こういう建物が出てきたの覚えてますかね、はい、それの、まあ、舞台ヒントとなったところではないかと言われているところで、
ここも結構観光地で、かなり急な階段と坂がありましてですね、ここに観光客がもうかなりの人がこういたわけですよ、まあ、こういう建物ですね、はい、それから大体台湾料理って言っても大体中華料理とほぼ同じで、こういうほら例えば麻婆豆腐だとかこういう炒め物とか、大体日本人チャーハンとかそういう日本人のが好むような味付けとか、地元の方しか食べないっていう料理わけ、例えば小籠包とか、はい、でも今最近台湾料理とかっていうのも今小籠包でもコンビニでなんか冷凍食品で売ってたりとか買うことができるので、そんなに味付けになんか違和感があるとかそんなことはなかったですね、うん、まあ我々中華日本でもね都内でも中華料理店ありますからね、はい、そんなに違和感はなかったという具合でしたね、はい、それからあとこれはホテルの近くのですね、これはまあ野柳、まあ野流というふうに言うんでしょうかね、地区でこういう断崖絶壁なところ、こういうなんか変わった形の岩がねこうありましてですね、これはなんか島が風化してこういう形になっているなオブジェが、まあオブジェっていうんですかね、そういうのがあったりしているわけですけども、ただここはですね中国本土の中国人がチャイニーズが多かったんですよ。でチャイニーズというとどうもなんかマナーが悪いとかうるさいとかというイメージで、本当に声がうるさいんですよ結構来てたんですよ、日本に、ね、来てらっしゃる方も結構ね電車とかで大きな声で、うん、あれ大きな声でしゃべ、はい、もう何の恥じらいもなくね喋ってますけどね時々ビクビクする、あれはちょっと困ったんで、台湾の現地の人もやっぱりそういうふうに思ってるようですよね、うん、日本の方はあれだけね大きな声で電車が喋らないですよ、喋る人はどうですかね、関西の人っていうのはどうそんなに大きく喋る、まあ、ですか、まあ、人にもよるんでしょうけども、やっぱり声が大きい方が相対に多い感じはしますね、うん、イメージ的ですけどね、まあ、僕は関東の人間言葉が荒っぽいとか、そんなイメージがありますよね、だから電車の中が、の中がうるさいとか、なんかそれはむしろまあ、全国的で有名だったその大阪のおばちゃんでしょうね、それはね、うるさいってね、電車の中でもおばちゃんですか、うるさいってなりましたらね、やっぱり大阪の場合、元気ありますからね、大阪のおばちゃんはね、で大体となんかね動物の豹柄とかカラカラとかシャツを着ているとかね、はい、もうそれはもう、ね、大阪のおばちゃんが豹柄の洋服を着るってもうこれはもう普通なんで、ね、もう普通なんですか、東京の方で豹柄着てらっしゃる方ってあまり見かけない、あまりというかほとんどいないと思いますね、いらっしゃるとすればそれはかなり、ね、高貴な方で、高貴な人髪を染めて、はい、大阪で、ね、豹柄のおばちゃん、豹柄の、ね、服を着たおばちゃん、まあ、そのさらに上の方は虎柄、虎柄、豹柄のその上手を行くおばちゃんは虎柄、阪神タイガース、阪神ですか、はい、だから豹柄の、ね、おばちゃんでも何て言うんですかね、こう迫力怖いんですけども、うん、虎のね、そういうのを格好してらっしゃる方も要注意ということで、うん、もう我々、なんですか、もうコテコテ大阪人でもちょっとなんか近寄りがないですね、ちょっと近寄りとか話しかけるのもちょっと嫌だなっていう、そういうね、虎のね、格好をされたこうその女性はもう東京にはいないですよね、まあ、いないですね、まあ、見かけないですね、虎のね、しましまのカバンとか持ってます、ね、逆にですね、こちらとしても関東人のちょっと引きますね、これは、だからそういうおばちゃんがこう東京にね、秋に旅行に来られたら東京はどうなるんだろう、どうなる、このおばちゃんがなんか都内をなんか占領してしまうんじゃないかっていうね、多分ね、これはもうちょっと言いたいんですけども、うん、電車 のエスカレーターの、はい、まあ、ここ東京は左側ですかね、左側です、ね、こう止まってますよね、はい、ところが大阪は反対なんですよ、右側で止まる、だからそのルールを聞いたことありますね、はい、そのルールをそのね、豹柄とか虎柄のおばちゃんが東京に来ると守れるか、うん、それが心配ですね、うん、勝手にルールを決めそうなんで、ね、うん、私がいるからルールが変わったとか言い出し、でもその
エスカレーターのそのまあ多分関東ですね、多分左側に立つっていうのは、関西は確かに右側って聞きますよね。はいはい、それとなんていうんですか、これも感じたんですけど、初めて山の手線を利用したときの整列乗車って、はいはい、それ知らなかったんですよ。はい、でとてもね、皆さんこう並んで、こう、電車乗り降りされるんで、はい、もう感心しましたね。大阪でそういう習慣がなかったんで、もう、ごちゃごちゃにこうね、なんかこう割り込んだりそうしませんか、ね、そう大阪のおばちゃんの感じで、はい、私が座るねんってな感じでこう、ね、椅子を ね狙いにこうパッと降りる方はね、先に降ろさずにこう行ってしまうおばちゃんがいますけども、整列乗車に関してはこれは各他の国でもすごい称賛されて、これはすごいと。それはで、はい、というのはこれはあるテレビ番組の中で言ってた特集というか紹介されてたんですけど、メキシコ、はい、メキシコの交通事情、その渋滞、そのラッシュアワーの事情というのは非常にひどくて、もう朝のそのラッシュの時間帯というのはもうホームにこう人がもう入りきれないくらい人がもう集まってきちゃって、もう整列乗車どころではなくて、で電車がこう入ってくると、もう一斉にドアが開いた瞬間にズワッて、もうどんどん何年ぐらい前からそれ東京やりだしたんですか、整列。何年ぐらい前かっていうのが、もう僕がもう気がついた頃からもうやってて、そういうのありましたね。でも昔はそういうなかった時代っていうのは、かなりその山手線とかですね、かなり危険な状態だったらしいですよ。というのは母親が聞いたんですけども、池袋に、ね、そう池袋出身 で学校が目白学園って言って、西武新宿線で、はい、中井っていう駅があるんですけども、そこに目白学園という女子校がありまして、そこ通ってたんですね。で池袋から高田馬場で、そこから西武線に乗り換えて中井っていう駅が行くんですけども、その時のその山手線の混雑具合、混み具合がもう殺人的だと窓ガラスがこうあまりにも多くて、こう書き込む強引にこう押し込まれるもんだから、もう窓ガラスは割れたりとか、怪我人が出たりとか、すごかったらしいですよ。で押し込み屋っていうアルバイトもあった、なんかテレビで見たことあるね。その押し込んで強引にこうドアがこう閉まるのをこう手伝ってます。そういう押し込み屋っていうバイトっていうのが仕事がある、あったらしくて、今はどうだか分かりませんけどもね、本当すごかったらしいですよ。でもね、そういう、ね、ことを、ね、こう辿ってきて、今のそのマナーの良さ、マナーはこれはもうね、それは各国に外国からでも、その日本人の日本のマナーの良さっていうのは、その電車とかですね、その整列している、その列を作って並ぶっていう文化が根付いたのは、日本人がこう真面目だから、真面目で勤勉で礼儀正しい、そういう人柄だから、ああいうことができたんじゃないかっていうことは。整列乗車も大阪でも新幹線、新大阪だったら、ちゃんとね、あ、ちゃんと、ね、それはいいですね。そこだけちょっと違うんですけどね、大阪は違うんですね。大阪のその新幹線の部分だけはまあね、並んでるって感じで、それはね、ちょっとね、こっち来て勉強になりましたね。それも言ったら、旅を経験すれば分かることですね、東京と大阪とね、だから旅行に行くとその新幹線で、夏休みとかその、ね、お盆で、ね、はい、帰省されるけども、いいんですけども、ピシッとこう並んでますもんね、はい、ニュースなんかでもね、感心しますね、もう東京駅なんかビシッと並んで、割り込みする人も一人もいないで、ね、もう大阪の方もぜひ見習ってほしい。逆に九州はどうなんですかね、並ぶとか。まあ九州も、まあそのに西日本って人が結構どうなんですかね、まあ、西日本はなんか気が短い人が多いというか、聞きますからね、まあ自分もそうですけども、ね、まあ比較的こうね、東の方はなんか、ね、こう気持ちに余裕のある方が多いと昔から言いますけども、まあそれも含めてやっぱり
逆にあのなんですか、あの、まあ、電車がそうですけど、あの飛行機の、ええ、はもう完全に今日本人です。あの、まあ、日本人じゃ綺麗に並ぶっていうのは、うん、これはもうね、あのなんか旅先では、ね、うん、結構話題になるか、うん、なんか日本人が旅先でちゃんと乗り物を乗るときに綺麗に並ぶっていうのは、これはなんか世界的に評価されるっていうってなんか聞いたことありましたけどね、うんうん、あの並ぶ文化、それはもうなんか文化の一つだっていうふうにね称賛してる人も本当に多くて、はい、旅先でね、まあ、あの本当にあのね、あのね、どこに行ってもな、まあ、例えばご飯ね、あの、うん、食べに行くところに並びますけど、うん、並び方で、あ、日本人だってなんか分かるって聞きますけどね、うんうん、並ぶ文化っていうのはやっぱりこれね、日本で並ぶ文化っていうのはもう、まあ、さっきもあの話した通り、やっぱ文化なんですよね、はい、並ぶその行列とか列をつく、例えばあの、ね、あの原宿とかでも美味しいあとパンケーキ屋さんができたんで、もう2時間どれぐらい並んでますかってインタビューされたら、いや、あの2時間ぐらい待ってますね、2時間も並んでこう、うん、そこまでして、ね、あの大きな喧嘩とかならないですからね、ですよ、そこまでして食べたいかっていうふうに思ってはしまいますけども、うん、でもあの割り込みすることもなくきちんと並んで、で、ま、2時間待ってて、でもお店の中入って、2時間待てばね、2時間待てば、ね、東京から新大阪まで行きますよね、なんて言いたかったんじゃないですか、言いかけました、バレてました、バレてました、大体マークさんのことだいぶ読めるようになりましたこわずかまだ1、ね、50分ぐらいしか喋ってないですけど、ね、ちょっとやりにくなって、いや、あの、はい、並ぶ文化もそうですけど、うん、なんか、東京の、あと、まあ、旅先でこれも感じたんですけども、うん、あとタバコを含めたのゴミを出さない、あ、これもあの、まあ、数少ない旅で出した場合でも、はい、出てもきっちりあの片付けるっていう、これもね、あの ねこう旅した時感じるんですけども、あまりね、あの我々日本人は汚さないというか、うん、汚してもなんか片付けたり、そうね、あのね、こう自分たちで処理して、そういう なんていうんですかね、いいところが感じれます、感じられる。でこれもあのやはりあの世界各国から称賛されていて、あの新幹線の清掃隊、はいはい、ね、あの新幹線が終着駅、まあ、東京駅に着いて、はい、そこからあの席をこう全部、はい、あのシートを変えたりとかの、その清掃隊、清掃係の人がなんとその乗車次の折り返しますから7分で全部やってしまう。あ、すごいですよね、テーブル全部、あの社会、あの椅子のシートの、はい、頭のシートを変えたりとか、でテーブルの上ゴミ取ったりとか、シートの上、あの椅子の座席のところね、はい、全部ゴミ、全部車内清掃を7分で7分ですか、詰めてしまうという、そういう、まあ、もう 技術というか神業ですね、はいはい、これももうかなりこれはすごいと、すごいですね。あとね、その旅でもあの気がついたことまだあるんですけど、うん、はい、トイレの、はい、あのリユースマナー、これね、うん、あの比較的日本の方はなんかいいっていうかね、あのそんなにむちゃくちゃする人はいないように感じますよね、うん、はい、なんかあのね、あの外国の方があのね、あの日本の、羽田ですか、はい、来られて、なんか非常になんか綺麗なトイレの、うん、日本の、ね、うん、空港のトイレを、なんかそれで褒めて外国の方が多いって、ね、うん、聞きますけど、なんか私はあの海外行ったことないんで分かんないんですけど、外国 その空港のトイレってそんなに広いんですよね、いや場所によっても違うんですけども、じゃあ台湾のちょっとトイレ事情もちょっとお話ししたいと思うんですけども、はい、あの外国によってですね、トイレットペーパーがの紙質がですね、あのやっぱ違うらしくて、台湾の場合はあの流しちゃいけないんですよ、うん、詰まってしまうんです。なので拭いた後、使った後はこう横に小さいあのゴミ箱みたいのがありまして、そこに入れるんですよ、ね、それはあのあとベトナムにもあの4年前に来ましたけども、全く同じで、やっぱ紙質が硬いんですよ、日本のトイレットペーパーと向こうのトイレットペーパー備え付けてあることは備え付け、あ、備えてはあるんです、備えてはあるんだけども、あの紙質が硬いんで、どうしてもあの流して
数は。まあ海外にも、まあ、少なくはないというわけではないけども、衛生面では良くない、ちょっと汚いというイメージがあるけど、台湾のですね、故宮博物院という展示品がたくさん置いてあるところ、行ったんですけど、そこのトイレはまあ綺麗でしたね、うん、はい、結構清掃が行き届いてるっていう感じで、はい、まあ、日本はね、小学校の時から掃除という中の時間がね、ありますね、はい、掃除に関しては日本人はだから掃除 の, その文化っていうのが、はい、まあ、文化っていいますか、これはお掃除、学校の掃除っていうのをもう根付かせているので、まあ、きっちり教育してるからそういう綺麗さ、はい、トイレが綺麗だとか、まあ、私もまあ、剣道三段なんですけども、はいはい、やっぱり剣道をね、初めて習いに行ったら、はい、その日に習えるのは竹刀を持って稽古ではなく、まず下駄箱の掃除とか、はい、そこから始まるぐらい、床の掃除とかも、はい、雑巾掛けとかやったんですか、日本人がそれぐらいまでの掃除に、ね、うん、取り組んでるとか、うん、本当にね、根付いてるかね、うん、はい、だから学校の掃除っていうのは勉強の時間なんですよね、海外はアメリカ、ね、はい、業者の人にみんな任せちゃいます、窓掃除とかも外も全部業者の人がやっちゃうんですよ、掃除とかゴミとか、はい、小中高でだけど日本の学校というのは違って、ね、学校の掃除というのは学習なんですよ、勉強の時間なんですよ、だから掃除の時間という勉強の時間というのが学校の中に時間割の中で あるんですね、はい、サボろうもんなら先生にもやくおかれちゃう、ね、まあ掃除、まあそうですね、掃除をサボっているのと、まあ、注意されるっていうのは、まあいわゆるやっぱり綺麗なところで勉強しちゃうじゃないですか、はい、だけど君たちは汚いところでそう、ね、授業を受けた方がいいのなんていうふうにこう逆にこう言われちゃうかもしれないですね、はい、その学校もね、うん、秋になった遠足でこう、ね、旅に連れてってくれるんですよ ね, ね, ね、どっかの学校 の, なんかその秋に行ったなんか思い出とか印象修学旅行とかは思い出にありますね。どこ行かれました、小学校の時はですね、日光に行きました。華厳の滝とかですね、行きましたね、はい、それから中学の時は、まあ、さっき話しあった奈良公園見ました、ね、京都奈良ですね、はい、でも大体京都がメインになってしまうんですよね、はい、大体もう定番といえば定番のところはもう大体行ってますね。関東の方はなんか関東は関西行って、関西の方は東京じゃないですか。はい、はい、なんかそういうなんか図式ができてるみたいですけどね。はい、なんか逆に九州のね子供とか北海道の子供はねどこに行くんだって今やっぱり東京じゃないですかね。東京ですかね。東京が多いんじゃないでしょうか。地方の人って、ね、初めて東京に行きたいとか、はい、ね。東京タワーとかスカイツリーに行ってみたいとか登ってみたいという子がいるんじゃないですかね。東京秋の旅って、ね、秋の旅ってね、結構いるかもしれません、はい、東京もなかなかねもう見るところいっぱいありますよ、はい、浅草とか、ね、もう外国におすすめしたいところもいっぱいありますからね、下町でも、はい、浅草なんかねこの時期は、ね、観光客観光客がすごいじゃないですか。多いですね。まあ海外の人もね、はい、修学旅行生も結構いらっしゃるんですよ。私地元ね浅草なんですけども、はい、多いです。普段でも多いのに普段も多い。土日になると殺人的にもう仲見世なんか歩けないぐらいじゃないですか。その仲見世でね、逆に私たちがね台東区出身ですって言いましたら逆になんか不思議やられるぐらいなそれぐらいの観光客の方が多いっていうことで、はい、台東区民だってええって言われますからね。なんか逆にね、私本当か、そ大阪弁喋ってるじゃないって言って疑われますけど、私は大阪弁も喋ります。東京人でございます。そう言ってね。なるほど。ね、まあ今でもなんですか、この東京になんか旅行の感覚で来てるんで。いや今でもここは旅行感覚で。そうですね。だからね、ここ来るときに、ああ、麹町だね、麹町、ね、なんかもう原宿舎があるとか、本当に、ね、なんか、そういうことは修学旅行生みたいな、なんか浮かれ気分的な、ね、いや、本当に、まあ、それは、うん、
それでいいんじゃないですかね。なかなか見れない。僕でも東京でまだここは行ってないっていうところもまだありますからね。じゃあ私はもっと行っていいよね。でね、行ければっていうふうに思っておりますけどもね。まあ、そうそう、まあ、あと5分残り時間になりましたので、はいはい、ではですね、あの告知、はいはい、もう一度あの CD の、はいはい、これですね、はい、これを、はい、俺の道ですね、はい、マック原のデビュー曲俺の道、はい、iTunes、Amazon からの好評配信中でございます、はい、1月23日から配信されております。で、あの、はい、CD も限定販売中でございます。欲しい方は私マック原までご連絡くださいませ、はいはい。で、何かあの他に告知ライブの、はい、そうですね、はい、ありましたら、こういう時にパッと出てパッと、ありますか。ああ、こういうことじゃこれですね。はい、あの私もあのね、あの、はい、まああのミュウちゃんということで、あの活動してますけども、あの9月19日の月曜日に、はい、あの墨田区のデイサービス立花で、あのケロ会夏メロコンサートをやります、はい、あの9月26日月曜日、あの豊島区だんらんの家千川で千川、はい、定期演奏会、はい、それと10月9日日曜日に、あの、ね、江東区の方で、あの大江戸みこし祭り、はい、があります。そこで、あのちょっと木場公園ですね、はい、あの午前11時からなんですけども、あのイベントがございまして、ステージで歌います。はい、以上です、はい、この3つですね、はい。で、この会場で、じゃあこちらの、これ、お声かけていただくマックさんにね、CD のジャケットがこんな感じでございますね。はい、はい、あの帽子も、はい、この帽子も。同じです、同じだったんです、今、全然気がつかなかったから、ずっと話、ね、夢中になってたんでね。はい、で、あの、はい、ね、あの今日旅番組って旅の旅行の特集ですね、特集ってことですけども、はいはい、あの先ほど言いましたけども、はい、これからね、あの、はい、これも見せ、これですか、ね、はい、で、あのこれ、ね、あのマック原ので検索していただきますと、はい、私のブログ、フェイスブック、ツイッター、YouTube がご覧いただけます、はい、それで、あのこれは、あのぜひに、あのちょっとお話ししたかったんですけど、まあ、私はあのトゥレット症候群というあの発達障害なんですけども、そのトゥレット症候群とはということなんですけども、あの詳しくはあの日本トゥレット協会のホームページを参照、あるいはあのトゥレット友の会 の YouTube をご覧いただきますと、あのよく分かるようになっておりまして、ちなみにあの今年の8月31日にあの、ザ・世界仰天ニュースであの取り上げられました、日本テレビの、ね、はい、番組ですね、鶴瓶さんと、はい、はい、あの代々と取り上げられたんで、あの徐々にあの世間にあのトゥレット症候群浸透しつつあるんですけども、はい、まだまだなかなかね、うん、トゥレット症候群で、ね、うん、広まってないので、あのこれから私はこういう仕事を通じて徐々にこう広めていきたいと、よろしくお願いします、はいはい、わかりました、はい、では私からの告知です。この番組の、司会をやっておりますライタースターキーと申します。まずオフィシャルブログなんですけども、 Get on the right away というブログをやっております。毎日更新してますので Google か Yahoo で、私のこの名前、まあ、カタカナでも出ますので、これで検索してみてください。よろしくお願いします。で、Facebook と Twitter もやっております。 Facebook は、本名の鈴木ライター、本名でやっておりますので、そちらでちょっと、ググって探してみてください。友達申請とフォロワー大歓迎ですのでお待ちしております。それから、ライブのお知らせなんですが、まあ、ブログにも書きま、今日はお知らせがあるということでですね、書いたんですけども、先月あの8月に、ライブをやりまして好評いただきました。荻窪での、サイオンというですね、荻窪ミュージックスタイルサイオンというイベント好評につきまして、また今月も出演することが決まりました。で、9月30日金曜日月末ですね、はい、場所は荻窪の荻窪ルースターノースサイドっていう、JR 地下鉄の荻窪駅北口から徒歩5分のライブハウスでやります。チケット入場料は2000円です。で、まあ、弾き語りをやるんですけども、出演時間は20時午後8時から22時20分
の20分間の出番になります。もし、まあ、見に来ていただける方、まあ、お問い合わせ質問等々ありましたら、こちらのアドレス、ライラ -way@marknifty.com、 こちらのアドレスまでぜひ、お問い合わせをください。よろしくお願いします。たくさんのご来場をお待ちしております。そして、最後ですが、この番組、ライターのサニースマイルズは毎月第2日曜日の夕方、15時40分からということで、これから配信させていただきます。で、次回なんですが、次回は10月の9日で、また場所こちらの、全カフェバーマリーナさんから、お届けする予定でおりますので、また来月もご覧になっていただければと思います。でこちらのライブお店、ランチも昼間平日でやっております。プライベートで食べに来たんですけど、結構おいしいランチ、ベジタリアン向けのね、ミート、はい、発酵玄米とかね、やってます。でコーヒーとかもね、飲み放題ですので、ぜひぜひ、こちらのランチ1000円でやっておりますので、こちらもぜひお越しいただければと思います。ということで今回はこれ以上でございます。また来月もご覧になっていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来月。 See you later. アリゲラ。さよなら。バイバイ。バイバイ。